近年、社会インフラの老朽化が大きな社会問題となっています。道路橋においても、開通から40年以上が経過したコンクリート床板の老朽化がクローズアップされています。道路橋は陶器に塩を主成分とする凍結防止剤を散布するため、塩分がコンクリート床板内部に侵入し、内部の鉄筋が腐食してしまう事象が多くの道路橋で報告されています。これをそのまま放置してしまうと、鉄筋が腐食で膨張し、その上のかぶりコンクリートが持ち上げられ、これが通行車両の荷重によって破砕されて土砂化する事態へと進行します。こうなってしまうと、コンクリート床板の鉄筋は塩分に直接接触することになり、腐食が一気に進みます。交通量が多く、舗装が傷みやすい重交通の道路橋では新たな問題も起きています。床板上面の舗装部分を打ち替えるたびに、舗装切削機によって床板上面が薄く削り取られてしまい、かぶりコンクリートが消失して床板内部の鉄筋が露出してしまったり、床板の鉄筋そのものが舗装切削機によって引きちぎられてしまったりするケースです。鉄筋を失ったコンクリート床板は、通行車両の荷重を支える体力を失ってしまいます。そのため、コンクリート床板を耐久性に優れる PC 床板への更新工事を進めているところもありますが、長期間の交通規制を伴う上、多額の工事費用がかかってしまいます。このような事態となるのを避けるため、首都高グループ、株式会社日保、住友大阪セメント株式会社の3社は、コンクリート床板の上面を補修・補強する新たな材料と施工法を共同で開発しました。コンクリート床板の補強方法はいくつかありますが、床板仮面の補強は吊り足場の設置が必要で、施工が長時間に及ぶデメリットがあります。また通行車両による振動で補強モルタルが落下したり、補強鋼板が浮いてしまった事象も報告されています。一方、コンクリート床板上面の補強は短期間で施工ができますが、補強材として使用した SFRC がコンクリート床板から剥がれて損壊する事象が報告されています。さらに SFRC を供給する移動式プラント車が全国的な需要の増加によって不足している上、移動式プラントから打設位置まで一輪車で SFRC を運搬する作業員の負担が大きいなどといった問題がありました。このような問題を解決するために開発したのが PCM 舗装です。腐食因子の遮断性に優れ、通行車両の荷重を受けて床板が歪んでも剥がれず、床板の耐力を大きく改善させる材料で、さらに乾式吹き付け工法を応用した手法で、移動式プラントを使わずに超速攻モルタル材料を運搬、混合、打設する施工法を新たに開発しました。従来の床板上面増し圧工法で問題となっていた増し圧材料の割れや剥がれを改善するため、PCM 舗装では弾性係数が低く、季節の床板の歪みに追従する超速攻材料を開発しました。また長さ6ミリのビニロン繊維を添加することで、曲げ強度と応力分散性を改善しました。この緻密かつ不透水な PCM 舗装材料を床板の上に均一に敷きならすことで、床板内の鉄筋を保護することができるようになりました。なお、季節床板との付着を高めるため、高性能エポキシ樹脂系接着剤を床板全面に塗布しています。従来トンネル内面の耐火剤や補修剤の吹き付けに用いられる乾式吹き付け工法を採用しました。ロータリーガンが粉体材料を、高圧ポンプが液体材料をそれぞれホースで圧送、専用の特殊ノズルの内部で瞬時に混合します。均一に練り上がったモルタルがノズルから飛び出して
床板上面に吹き付ける構成となっています。しかし従来の方法のままではモルタルを時速200キロで吹き付けることになり、飛び散らさずに平坦に敷き鳴らすのは難しい状況でした。そこで新たに減衰装置を開発。モルタルは減衰装置の中の内壁に沿うように回転しながら徐々に減速し、下の穴から排出される構造に改良しました。200メートル以上の材料圧送が可能なため、移動式プラントや人力での一輪車を使わなくても床板上面増し圧材料を現場から離れた材料ヤードから運搬、混合、打設ができるようになりました。また粉体と液体の材料が別々のホースを通るため、施工後のホース内の清掃が極めて容易という特徴も有しています。今回 PCM 舗装を採用したのは首都高速3号渋谷線の上り渋谷出口近辺の上下4車線です。1車線あたりの施工面積は約248平方メートルです。 PCM 舗装の施工手順は、季節舗装の撤去、浸透型防水や接着層の塗布、 PCM 舗装材料の打設と養生、表層工の流れです。施工時間は早朝5時に交通規制を開始し、翌日早朝5時に規制撤去となる24時間で行いました。舗装断面です。季節の表層である排水性舗装及び基層を切削し、新たな基層として PCM 舗装材料を厚さ5センチ、その上に表層として高耐久型超低騒音舗装とも呼ばれている5ミリトップの小流系ポーラスアスファルト舗装を厚さ3センチで補設します。まず季節の表層及び基層を切削しました。その後床板に付着した防水剤を撤去するとともに、アスファルト柄や粉塵を除去し清掃しました。コンクリート床板に生じている可能性のある微細なひび割れに深く浸透・接着する高浸透型防水剤を塗布しました。続いて PCM 舗装を季節床板に接着させる高性能エポキシ樹脂系接着剤を塗布しました。 PCM 舗装材料は現場での作業効率を高めるため、あらかじめプレミックスした上でトンパックの半分の大きさの袋に詰めて現地に運び、クレーンで吊り上げてロータリーガンへの材料分配装置に供給しました。ロータリーガンを使って粉体材料を、高圧ポンプを使って液体材料を、時速約200キロでホース内を圧送します。そしてノズル部分で一瞬にしてモルタルが練り上がります。さらにビニロン繊維はコンプレッサーを用いた繊維投入装置で圧送し、ノズルの先端部からモルタルに添加します。粉体と液体と繊維の3本のホースから供給された PCM 舗装材料は勢いを維持したまま減衰装置に入り、減衰装置の中で回転して徐々に速度を落とし、専用フィニッシュのスプレッタの前に排出されます。 PCM 舗装の敷き鳴らしは進行方向と逆方向に回転するスプレッタと、バイブレーションを有する円型の棒状スクリードで構成された専用のフィニッシャーが行います。 PCM 舗装材料は低弾性を確保するためエマルションを多く含んでいることから粘り気を有しており、このような専用の敷き鳴らし機械が必要になります。養生した後、ひび割れが発生していないかを確認しました。PCM 舗装の上にタイヤ付着抑制型アスファルト塗膜系防水剤を塗布しました。鋼材運搬車等による
防水の剥がれを防止し、確実な防水層を構築するため、その表面に4号ケイ砂を散布しました。表層は最大流径5ミリの骨材を用いた小流径ポーラスアスファルト舗装を厚さ3センチで敷きならしました。従来の半分以下のサイズの骨材を使用することで、施工基板との付着性の向上が図られ、また路面が滑らかとなることから、通行車両の走行騒音が大幅に低減されています。さらに、西洋バインダーを採用したことで、骨材飛散抵抗性は従来と比較して大幅に改善されています。PCM 舗装の補設後は、表層のみを維持管理すれば良くなります。そのため、従来の基礎までの打ち替えに比べて、ライフサイクルコストが大幅に縮減されます。国内各地の道路橋での老朽化が懸念される中、PCM 舗装がこの対策の一つになることを期待しています。